いやアリスメアの世界にようこそ。久しぶりだね。刹那圭介だよ。まあいつも通りやっていくんですけどね、こんなそういう新しいキャラとかいらない。これか、これですよ。確か一番左のこのレディとリックの世界が、てか入れたやん、入れちゃったやん、入れてよかったんこれ。で、レッティが、あ、ちょっと速報を向くな。なんか喋る。でもって、リックおるやん。同時に初めて見たいわけ。あーリックそのタイプの方がおるん。反応がない。ただの屍のようだったやつか。視聴者さんがコメントしてくださったと、中にはね、このレッティとリックはヘンゼルとグレーテルをモデルにしたらしいです。でもって、どうも二重人格だった。だからこそ、二人は同時には現れなかったという、そういうことだったらしいです。ならばなんか、お母さんが言おった、誰と喋ってるのっていうのも、話が、つじつまが合いますからね。なるほどなぁと思ったけど、俺全然気づかなかった。気づかなかった。悲しいね。とりあえず次の部屋。左から順番に行ってよかったんだろうかって感じではある。かかってた、左から順番ではなかった。ここか、じゃあここ、え、真ん中どういうことですか。アイテムある、あ、世界の鍵あるで。ああ、アイテム欄から出していけって話だったんや。これでどうか、あれおろおろ、おかしいな、開かないな。え、あ、え、おーす、あ、もしかしたら、そうか、そうか。猫野郎だったかな。鍵を集め、こいつじゃ。こいつに鍵返さなあかんのじゃ。おや、帰ってくれましたか。どうして泣いてるのです？だってさ、レティとリックの関係がヘンゼルとグレーテルってことに気づかんかった。そして、二重人格ってことにも気づきませんでした。そんな気づかない自分がバカみたいでちょっと悲しくなってくるんです。人の世界に一つずつですか、面倒ですね。いや、そんなこと言ってないです。まあ一つ回収できたのでよしとしましょう。世界で入手したものもこちらで回収しますね。え、何を取ったっけ。ああ、あの手帳の切れ端か。まあ後で勝手に消えますが、アリスが今にも潰れそうですし、このページの切れ端は、まとめておきますね。どうぞ。赤紫色の手帳。あ、レティとリックの文をまとめてくれたんだ。ありがとうございます。それでは、次の世界の絵の扉を開きましょう。よっと。次もよろしくお願いします。どうやって開けたん？お前さんどうやって開けたん？遠隔のなんかテレパシーとか超能力とかそういう系のやつ。テレパシー関係ないな、これ。テレパシーはちょっと、相手の心、なんかおるで。なんかおるよ、もういろいろテンション高いな今日俺。世界のルールはね、あ、これどんな読み方しよったっけ。世界のルールはね、あいつが勝手に作ったんだよ。俺はそんなの作んねえさ。でもあいつはそれじゃ時間がかかるとか言って勝手にルールを作りやがった。ああ、だが僕らはルールに従うしかない。じゃなければ罰が与えられるからな。なんだ、たまにはこういう話をしたっていいだろう。どちらか普通な手なんてものは人によっちゃ違うだろうが、随分と悲しそうだね。出会ってちょっとのやつのことなんかそんな気にする必要なんてないぜ。その通りや、よう考えた、その通りや。お、そうやな、相手の子なんか気にせんでいいよな。まったく飽きないね。あった、そんなのも全部忘れちまってるのかな。当然知ってるさ。俺が奪ったんだから、当然、返さないけどな。本当にお前の中は空っぽなのか。一つぐらい何かあんじゃねえの。あるかもしれんよな。もしかしたら麻雀好きなこととかさ。へえ。とてもそうには思えないぜ。うるせえお前。お前舐めてんのかお前。ガキだからって調子こいてんじゃねえぞって。
あ、こいつガキなん。まあいいや。おっと、時間だな。じゃあな。こいつの話してなんか得あったんだろうかって思う。とにかく次の部屋、左から順番なんかな、これ。左から順番でした。さて、これはチェルシーだったな。なんでこんなに人形同じもん持ってんだっていう恐怖の女の子だ。勝手に恐怖心覚えてるだけ。あ、アリスくん。あ。そんなに黙ってるなら俺も黙ってるもんね。慌ててる。なんだこれ。これめっちゃ空気が重いですな。もしかしてだけど、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 この子を俺を誘ってるんじゃないの。わかりましたよ。遊びに誘いますよ。俺が誘っとる。じゃあ、クローゼット開ける？はい、開けます。クローゼットオープン。え、何？なんか知らんところ来ましたし、この人形は相変わらずあるんや。いろいろ配置変わってるけど、どんだけ人形好きなんだ、この子。クマだったんや、これ。マザーグース、またあった。マザーグース。マザーグース、なんか意味あるんかな？お、部屋の構図が全然違う。これも、チェルシーのなんか夢の中とかそういう系なん。このゲームの内容をちょっと俺ほとんど理解できてないっていうね。手紙がたくさん入ってる。3つもある。たくさんって言うからにはもっとあるイメージがあるの。イメージしかないの。お手紙、ありがとう。お母さんは大丈夫かな？君もあまり無理をしないように。困ったことがあれば、大人を頼ってください。お母さんにお世話になったから、よければまたご挨拶ができれば嬉しいです。まだスペースがあるから、今回も一つ謎々を出してあげよう。お？謎々？謎々大好き。でも君のこと知らない。今回は前より難しいよ。解けるかな？頑張ってみる。前のも知らない。空は2時。おやつは3時。それじゃあ今は何時？4時って普通は答えるところか。それじゃあお母さんによろしく伝えておいてあげ、伝えておいてね。今の謎々のこと？なんだ。お空には2時。おやつは3時。じゃあ今はって言われてもね、今の判断基準がわからんもんな。他の読んでみな、わからん。この前の謎々の答え、当たりだよ。すごいな。あ、もう答え終わっとんねんが。俺が答えなあかんやつと思ったらそうじゃないんやな。何だったんだろう。今は2文字。だから2時。ああ、やられた。そんな発想なかったで。やられた。そうやな。よう考えたらそうやな。これ、要はあるやつやな。2時をさ、別の漢字で当てはめるやつじゃん。あるはこういうタイプの謎解き。俺、そんなに気づかんかったで。くそ。やりやがったな。また、正解されちゃったな。僕は解けなかったんだ、俺も。別に悲しむことはない。頭が硬いのかもしれないな。じゃあ俺も硬いわ。最近、良くないニュースをよく聞きます。君を外に出るときは気をつけてね。季節が変わり、寒くなってきました。風邪をひかないようにね。それでは、また、なぞなぞ。立つと低くなる。でも、座ると高くなる。これは、何でしょう？立つと低くなる。あ、これ天井や。これは分かった。天井や。立ったら天井は近くなる。つまり、低く感じるわけです。で、座ったら、高くなるっていうのは、まあ、高くなると感じるわけですよ。それじゃあ、お体に気をつけて。で、これが、三つ目で、また正解だよ、みたいな感じになるんだろう？
今回は難しかったかな。あ、答えられんかったんだよ、この子。ざまあ、俺は答えられたもんね。ほら、答え、天井やん。やった。もう簡単や、こんな簡単や。ざまあ。うん、これが解ける俺は IQ285 ぐらいあるんじゃかな。そういえば、3日後ぐらいにはそちらへ行けそうです。会うのは久しぶりだね。前に行った時、君は小さかったから覚えてないかもしれないけど。それじゃあ、今度は直接お話ししましょう。なぞなぞもあの時にたくさん出し、その時にたくさん出してあげるから。楽しみにしています。結局誰なんお前。なぞなぞおじさんとしか答えようがないさ、今の状態じゃ。誰かって聞かれたらさ。これは誰だって言うたら、なぞなぞおじさんって言うたら正解してくれるんだろうか。癒される。癒されるんや。結構そういう興味あるのかな。男の人の顔が書いてある。うん。強そう。もうなんか子供っぽい、なんかベタな答えやな。森の匂いがする。うん。あとなん、ん？赤い木の実。で、野菜。美味しそうな匂いがする。美味しそうな匂いがする。冷たい。こっち行ってみようか、どれ。あ、おった。ブレス。後ろから驚かしたのに、もう反応とはやるな、こいつ。が、あれ。そっとしとくの選択肢。まあ、声かけるけど。お、今頃か。あ、アレン君。びっくりした。ここどこだかわかる？わからん。夢？あ、わからんじゃ。アレンはわかるんじゃ。俺はわからんかったけど、アレンはわかるんじゃ。そっか。うん。ありがとう。ごめんね。私お話が苦手で嫌いなわけじゃないの。本当。一人で怖かった。でもちょっと落ち着いた。一緒にいてもいい？うん。これ欲しいの？何を欲しがったんだあれ。ただの真っ白な紙切れだけど。はい。手帳の切れ端。おお、こういう渡され方もあるんだ。どっかで探すとかじゃなくて人からもらうことがあるわけじゃん。私のお母さんは体がとても弱いです。だから私が代わりにお料理やお洗濯いろいろします。えらい子やな。俺、お洗濯したん、高校に入って初めてやもんな。料理なんか全然せんしな。あ、いや、できるな。インスタントなら。お父さんはあまり家にいることはありません。たまに狼や鹿を連れて帰ってきます。ああ、いませんって言うんはなんか、仲が悪いとかじゃなくて、仕事で忙しくてってことか。ああ、いいお父さんなんやな。学校には行きたいけれど、お母さんが大好きなので、ずっと家でそばにいます。ああ、だから、学校に追いかんけん、なんか人と話さんけん、こういう人見知りな性格になってしまった。そんな感じなんやな。お母さんはベッドの中で、いつも、ごめんね、ごめんね。小さな消えそうな声で、いつもつぶやくのです。いい話や。あれ、ちょっと、よ、お、ああ、なんだ、パーティーキャラになったんじゃ。よし。ちょっと時間もこのぐらいがちょうどいいと思うんで、今回はセーブ。なんか、心温まる話があったり、アリス目当て結構すごいな。本当は絵本の感覚、温かさがあるもんな。はい。というわけで今回はこの辺で。次回もこのチャンネルで、B マインの全開。というわけで、また今度。